はい、そう、yeah, today, let me speak in Japanese. Yeah, お願いします。はい、ということで、今日の BFX セミナーを、今日は担当鈴尾でやらせていただきます。今日何を話そうかなっていうのはちょっと迷ったんですけども、セミナーだと、ベッキーなお話が多いので、ちょっとあえて、テッキーな方向じゃないお話をしてみようかなと思って、今日は Toolbox for Agile Coach Visualization Examples っていうタイトルでちょっとお話をさせていただけたらなと思います。で、まず最初にちょっとした自己紹介なんですけど、名前は鈴尾大地と言います。で、よくこの魚のアイコンで Slack とか、あとは SNS とかでもいるので、魚で覚えてください。お魚さんって呼ばれると結構喜びます。で、チープフィッシュオフィサーとかって勝手に名乗ってます。はい。で、今、エンジニアとして、コンピュータービジョンチームで、お仕事をしています。で、今日のお話が、そのちょっと、アジャイル開発みたいなお話なので、まあ、ここ重要なポイントなんですけども、僕は、サーティファイドスクラムマスターっていう資格を、持っていまして、これは、まずスクラムっていうのは何かっていうと、聞いたことがある人もいるかなとは思うんですけども、アジャイルの現場で結構よく使われる方法論の一つで、まあ、例えば、開発期間を2週間とか1週間のスプリントっていう単位で区切って、その単位でリリースをする者の仕事を全部その単位で区切ってやるっていうような、そういう、まあ、そういうのを基本とした、方法が、スクラムっていうので、有名で結構使われています。で、スクラムマスターっていうのは、そういう、そのスクラムっていう方法をチームとしてやるときに、まあ、スクラムの知識を持ってますよってこととか、スクラムを正しく運用できますよっていう、正しくっていうのは、ガチガチにスクラムの方法をやるんじゃなくて、適材適所にいろんな改善とかを加えながら運用できますよ。そういう、サーティフィケーションがあって、それを持っています。これは、200ドルぐらい払って試験を受けて取れます。で、まあ、これがないとできない仕事みたいなのは別にないんですけども、あると、スクラム開発をするチームでは、1人か2人はいるといいよね、っていうふうによく言われるので、取ったらいいかなと思って取りました。で、簡単に経歴なんですけども、僕学生時代は、最初、いわゆる高専に入学して、高専で5年間過ごしました。で、その時間はほとんどその高専プログラミングコンテストっていうのに、時間を費やして、ここで今右でくるくる回ってるパズルみたいなのをコンピューターで解くっていうような、そういう問題が出たりとかしたので、そういうのを解いたりするっていうのをやってます。ちなみにこの場のパズルの問題は多分、奥田さんも同じ時に出てて、奥田さんが確か2位だったかな、全国2位みたいな、そういう賞を取られてて、ちょっと悔しいなっていう、はい、僕は準決勝止まりだったんで、ちょっと悔しいなっていう、そういう感じですね。で、卒業してからは大学に編入、3年生に編入学して、その時は ACMICDC プロコンに、出ていたんですけども、なんかそうですね、世界大会みたいな、出場みたいな、そういう、顕著な成績はちょっと得られてないので、これもちょっと寂しいなっていう、はい、感じですね。ただこの時に競技プログラミングを結構頑張ったので、コーディング力がだいぶその時はついたので、ああ、いい経験だなと。最近やってないんで、ちょっとコーディング力落ちてる気がして、ちょっと良くないなと思ってます。で、学部の時の卒業研究は、内視鏡の画像を使って、腸の、3次元形状を復元する、いわゆるストラクチャーフロムモーションっていうやつなんですけど、そういうことをやっていました。です。大学卒業してからは名古屋大学の大学院に入学して、その時は名古屋の方で、名古屋地方でコンピュータービジョン勉強会っていうのがあるので、それをホストっていうか、まあ、主催したりとかしていました。で、横の写真は、勉強会に、かなで先生、CMU のかなで先生を、お招きしたときに一緒に撮らせていただいた写真です。
はい、かなで先生、お酒を飲むと真っ赤になるっていう、誰得情報ですね。はい。で、はい。で、その時の研究では、セミスーパーバイズドな歩行者検出をやってました。学習データを自動でガーッと集めてくるっていうようなことをやっていました。あれ、なんか、下になんか出てますね、これ。消せるのかな？大丈夫です。じゃあ、そのまま行きます。で、大学院を卒業した後は、楽天という会社で、ウェブエンジニアとして、社内の IT システムを、開発するお仕事をしてました。ざっくり言うと、で楽天ってすごいでかい会社なんで、社内システムがめちゃくちゃいっぱいあって、でそれぞれアクセス制限とかをかけないといけないので、その所属とかに応じてですね、関係ない部署の人がそのシステムにアクセスできちゃいけないよねとかっていう、そういうのを実現するために、人事情報っていうのを各システムによろしく渡すっていうようなシステムをやっていて、その絡んでるシステムがもう何十個もあったりして、で直接的、間接的ユーザーが、数千人か、まあ、1万人超えるぐらいいたりとかしたような結構大きい社内システムを作って、チームで作っていました。で、そのチームっていうのはもう一つ目的があって、会社として、あとはその部署として、アジャイル開発の方法っていうのをどういうふうに導入できるかなっていうのを先行試験みたいな感じで試してみようって、そういう経緯で設立されたチームでもあって、そこに配属されて、で、アジャイルないろんな方法論、スクラムをベースにしていろんな方法論を自分たちで、あでもない、こうでもないって言いながらやっていました。で、はい、セミナーちょっと自己紹介を増やしてほしいって言われたんで、ちょっと、まだ自己紹介続くんですけども、個人的なお話をすると、僕はスタジアムに行ってサッカーを、プロサッカーを見るのがすごい大好きで、大体、去年とかは20試合近く、実際に日本全国スタジアムに行ってサッカーを見ていました。で、今年はちょっとこの日本列島右上の、北東の方が、なんか、すごいスパースな感じなんで、この辺を少しデンスにしていきたいなっていうことをちょっと思ったりとかしています。あとは、写真を撮るのが結構好きで、カメラチャット、カメラスラックを覗くと、ワイワイやってるのを見れると思うんですけども、写真が好きです。はい。で、あとは、バドミントンを結構長いことやっていたん、いました。で、まぁ、ちょっと前に、結構前に、1ヶ月ぐらい歩けなくなるような怪我をしちゃって、最近あんまりできてないです。はい。で、ちょっと本題に入る前に、なんていうんだろう、宣伝なんですけども、今度ですね、BFN、ここのセミナールームで、関東のコンピュータービジョン勉強会っていうのを開催されることになりました。2月の11日の、土曜日なんですけども、昼から、ここのお部屋で関東コンピュータービジョン勉強会をやります。で、今回のテーマっていうのは、いろんな人が集まってきて、こんなコンピュータービジョンについてこんなものを開発してみましたっていうようなのを、こう、ざっくばらんに語る会というのを今回はやります。今14人ぐらいその発表者がいて、BFN から米辻さんがですね、登録してくださって、本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕が主催ではなくて、ただの会場担当なんですけど、はい、ありがとうございます。100人で募集してるんですけど、後ろの方とか結構この部屋まだ余裕があるので、興味があったら、登録なしで来てもらっても大丈夫なので、ぜひ興味があったら出してください。で、ということで、ちょっと長くなっちゃったんですけども、今日の話題に入っていきたいなと思うんですけども、今日は、ある本があって、その本の名前が Toolbox for Agile Coach 96 Visualization Examples っていう、日本語で言うと、アジャイルコーチの道具箱96見えるか実例集っていう本があって、その中身を、まあ、簡単にですけど、紹介をさせていただけたらなと思っています。で、この本は、左側の英語版が
1年半ぐらい前にあの US で、出版されて、それが日本語版に半年か1年ぐらい前に翻訳をされました。 Amazon だとあの5スターです。で日本語版は Amazon 電子書籍としてしか出ていないんですけども、結構安いので、持っておくといいかもしれないですね。いや、その翻訳者5人いらっしゃるんですけども、実はそのこれ見えないですね、翻訳者の3人はですね、結構有名な日本のアジャイル系のコミュニティだと有名な人で、なんかアジャイルでググるとまた出てくるような、そういうそのぐらい結構有名な人たちが翻訳をしています。でその中の一人っていうのは僕たちのチームで、前の会社でですね、前の会社で僕たちのチームのアジャイルコーチとして一緒に仕事をしていた人です。で、また他の翻訳者の人は、時々、社外の人なんですけども、時々僕らのチームのところにフラッと来て、アドバイスというかダメ出しをして、去っていくというような、そういう人です。なので、この人も結構知ってる人ですね。あとは、翻訳者の最後の人は僕たちのチームのリーダーでした。Ruby スペシャリストで、マッチとかも、松本幸宏さんとかも、ちょっとつながりがあるというような人ですね。のメンツが翻訳していて、僕たちのチームが、翻訳ではあるんですけども、僕たちのチームがどういうふうに、アジャイルに取り組んでいたかっていうようなのがちょっと入っている本とも言うことができるという感じですね。はい。多分僕の、やったことっていうのもこの中にちょっと含まれたりすると思うので、なのでちょっと紹介したいなと思います。で、まあ、本のタイトルがアジャイルコーチの道具箱なんですけど、じゃあ、アジャイルコーチって話なんですね。アジャイルコーチっていうのは、チームに対して、そのアジャイルの方法論をいろいろアドバイスとかしてくれる、そういう人ですね。そういうような存在です。チームとは独立の存在で、まあ、大抵外部から招いて、チームとしばらく一緒に仕事をする、しながら、まあ、アドバイスとかしながらっていうような、そういう仕事をする人で、なんでそのアジャイルコーチっていう存在が必要っていうか、まあ、いればいいかっていうと、よくチームでじゃあ今からアジャイルしようみたいな、すごいぼわっとした目的でチームとしてアジャイルを始めると、一つは全然どういう具体的な方法論があるのかわかんなくて、右往左往するっていうパターンが一つ多いのと、あとは、いろんな方法を知ってるばかり、知ってるばかりに、頭でっかちになっちゃって、アジャイル的な活動をすることが最優先みたいな、頭でっかちになっちゃうっていう現象がすごいよくあるので、そういう、ね、その適切な舵取りをしてあげるような、そういう負担としてあげるのがアジャイルコーチの存在であり、その必要性という感じです。そういう存在です。で、アジャイルコーチっていうのをその専門でその派遣するっていうのもあって、お金を払ってアジャイルコーチに来てくださいっていうような人、そういうのをお願いするとアジャイルコーチで送ってくれるっていう機関があったりします。あとは、まあ、フリーランスのアジャイルコーチっていうのもいっぱいいるので、もちろんちゃんと見極める必要あるんですけど、どういうちゃんとした人かどうかみたいなのは、結構いろんなところからアジャイルコーチっていうのは招くことができます。で、まあ、アジャイルコーチ、はい、何か分かったところでです。そもそもアジャイルって何やねんみたいなところだと思うんですけども、多分もう 10年ぐらい前にもうバズワードになって、でなんかよくわかんないけどすごい流行った単語みたいなイメージだと思うんですけども、なのであんまり説明できる人っていないかなっていうふうな気がするんですけども、そのアジャイルは何っていう感じのことで、そうですね、はい。よく、じゃあ、アジャイルは何って言われると、例えば TDD をしてますかとか、ペアプロしてますとか、CICD やってますとか、まあ、今言ったスクラムをやってますとか、看板だとか、まあ、いろいろ、
あるんですけど、もちろんこれらはそのアジャイルの定義では もちろんなくて、ただ の一つの例であって、これをやってるからアジャイルってことは全然ないですし、アジャイルじゃないって自分たちで言ってるチームでももちろんこういう手法をやってるチームってもちろんあるので、それぞれのプラクティスがイコールアジャイルの定義ではないですね、もちろん。で、じゃあ定義を考えるときに参照できるものとしては、まあ一番最初に出てくるのは、アジャイルマニフェストっていうのがあって、こういう文章があるんですね。まあちょっと読み上げると、We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work, we have come to value. っていう感じで出だし始まって、で、後半が、大事なことは、individuals and interactions と、working software and customer collaboration and responding to change. はい。っていう感じ。これ、日本語に、これがオフィシャルな日本語なんですけども、まあ、個人との対話とか、動くソフトウェアが重要だよとか、顧客と協調することとか、変化に対して対応することが重要だよっていうことを言ってます。で、もちろんその、ドキュメントをガーッとしっかり書くっていうのは重要なのは分かってんだけど、もっと現実的な、もう動くソフトウェアを作ろうよとか、もっと、変化ってするものなんだから受け入れていこうよっていうような、そういうすごい現実的なことを言ってます。で、これがアジャイルソフトウェア開発宣言、通称アジャイルマニフェストって言われるものです。で、ちょっとこれは何て言うんだろう、抽象的な定義なんですけど、もう少し具体的なプリンシプルっていうのがそのマニフェストの背後にあって、抜粋すると、ソフトウェア、動くソフトウェアを短いサイクルで、例えば2週間ごととか1週間ごととかのサイクルでリリースしていこうねっていうようなことが書いてあったり、変化するのはもう当然だから、それを歓迎して、それの変化に適応していこうねっていう、そのチームとしても、プロダクトとしてもその変化に適応していこうねっていうようなことだとか、あとは、とにかく動くソフトウェアっていうのが一番重要っていうことで、もうアジャイルだと、アジャイルだとっていうのか分かんないですけど、プロジェクト始まっても2週間目とか1週間目にはもう最初の動く何かができてるような状態を結構良しとするんですけど、そういう動くソフトウェアをとにかく重視するしようねっていうこととか、コミュニケーションはフェイストゥーフェイスで、もうドキュメントベースじゃなくてもフェイストゥーフェイスコミュニケーションで人間中心でやっていこうねとか、あとはチームはセルフオーガナイズな感じで、トップダウンで仕事をしていくんじゃなくて、もうみんなで今これが必要だから、じゃあ君できるのやってみたいな、もう僕できるからやりますみたいな、そういうすごいセルフオーガナイズな自己組織的なチームを組んでやっていこうねっていうような、まあそういうことがガーッと書いてある12個の、行動原則、アジャイルプリンシプルズっていうのがあって、はい、あります。なので、アジャイルの定義って何ってもし聞かれたとき説明する言葉としては、まあ、チームとか活動としてこういうアジャイルマニフェストとかこの12のプリンシプルとかに乗っ取ってやってるよっていうようなチームが、アジャイルの、まあ、説明とかアジャイルの定義になるかなというふうに思います。これやっぱ下のやつ邪魔ですね。何表示ですよ。あ、マウスがどっか行っちゃう。これはそう。はい、失礼しました。はい。で、で、まあ、今言ったようにアジャイルって具体的な方法論を定義するものではないんですけども、比較的メインストリームな具体的な手法っていうのはあって、まあ、さっき言ったスクラムも一つですし、あとはスクラムの中でも使うんですけど、看板の技法っていうのはとてもアジャイルで、アジャイルと相性がいいので、よく、とてもよく使われます。はい。そうですね、ちょっと前に、レトリバさんの白土さんかなが、看板について BFI セミナーでお話をされたことがあるんですけども、
ちょっとそれとも絡んでくるんですけど、看板っていうのはよく使われます。で、看板、基本的な看板の構成要素はよくあるのは、旅行の行っていうのがそれぞれのストーリーとして、例えば、ログイン機能を実装しますみたいな、そういうストーリーだったりとか、ユーザーストーリーです。そういうのを一つの旅行の行にして、縦の列が、それぞれのワークフロー、トゥードゥとか、ワークインプログレスとか、テスティングとか、リリースとか、完了とか、そういう縦の列にそういうワークフローを定義していきます。で、でそれぞれの、場所に対応するというか、タスクを、貼っていくっていうようなのがよくあるパターンですね。で、よく看板を使うときに推奨されているのが、なんていうんだろう、システムとしてのその看板機能じゃなくて、物理的なホワイトボードみたいなのを作って、そこにポストイットを貼っていくっていうのがすごい推奨されます。やっぱり毎日、すいません。毎日見るものなので、なんていうんだろう、画面の後ろに隠れていてはやっぱりいけないものなんですね。で、あと、タスク、それぞれのポストイットにはいろんなことをどんどん追記していったりとか、そういう自由度がやっぱあるので、その物理ボードを使うことを推奨するアジャイルコーチの方はとても多いです。はい。かなり極端な人はもう、ジラって書いた、なんか紙をビリって破くっていうようなのを見せたりとかするっていう。そういう、ジラってご存知ですかね。バグトラッキングシステムでレッドマインみたいなものなんですけども。そういう、それも、あれはもうクソだみたいなことを平気で言ったりするような、結構そのぐらい物理ボードの方が重要だよっていうのはよく言われています。で、そうですね。タスクっていうのは左から右に、その作業が進むにつれてだんだん動いていって、そうですね。リリースまでには、だいたい全部のタスクが右に行ってるといいよねっていうようなのが、基本的な、一番基本的な看板のスタイルかなと思います。で、はい。で、看板で何がいいかっていうと、いろんなものを可視化するんですね。毎日見るものっていうのはさっき言ったんですけども、毎日見て、毎日更新していくと、いろんなことに結構気づくことができるんですね。例えば、チームの状況としてどうなんとか、進捗度合いって、これもう一目見たら左に寄ってるか右に寄ってるかでもう進捗がどうっていうのは一発でわかるわけで、もう数値化する必要さえもないぐらいわかりやすいし、例えば、テストの列にはすごい滞留する傾向にあるよねみたいなことも、何日か眺めてたらもうすぐわかるわけで、そういうふうなことは、目に見えると、チームとしてどういう課題を持っていて、持っているかっていうのがすごく分かりやすいです。で、なんて言うんだろう、その、課題が見えてきたら、なんだろう、問題の分析とか解決のための活動の、出発点になるわけですよね。なので、もう可視化、チームの状況とか進捗とか、タスクの状況とかを、こうやって一目で見える形で可視化するっていうのは、すごい、アジャイルの中で大事というふうに位置づけられています。で、ということで、すみません。やっとここから本題なんですけども、もう多分今までのところで、僕の今日の話の 80% ぐらいは目的達成で、今までのところ分かっていただいたらもう結構、はい。僕は十分嬉しいです。で、ここからは、可視化が大事だよねっていうことを言ったので、じゃあ、具体的にどんな可視化のアイデアがあるのっていうのを、本の中からいくつか簡単に抜粋して紹介できたらと思います。で、もちろんこれ、すべての答えではなくて、チームによっては役に立つし、チームによっては役に立たないし、もっといい方法もあるし、みたいな感じなんですけども、参考になればなという程度で聞いていただけたらと思います。で、まず一つ目に紹介していくのは、看板に
アバターを置いてみようよっていうようなアイデアが出ていて、あの看板を使ってるとそのタスクをスムーズに左から右に動かすことっていうのがすごく重要なんですけども、その中でよくあるのがこのタスク誰がやってんだっけみたいなのが、その看板だけ見ると普通のプレーンな看板だと分かんないので、アバターをこうそれぞれの人に定義して、でそれをタスクの横につけたらいいよねっていうような、そんなことがあの、はい、アイデアとして言われています。でこれもうアイデアって言っても、もうそれこそレトリバーさんは確かこんなことをすでにやってたと思うんですけど、あのドアの外から見ていいのかな、見たらいけないのかな、あの見えるんですけど、あの看板にこんなアイコンを貼ってやっていたなっていう思います。なので、はい、これは結構あの典型的というか、あの分かりやすくていい例ですね。で、アバターをつけるとですね、例えば結構いい効果もあって、あの1人2枚までしかアバターを持てませんってなったら、あの特定のスキルの高い人に仕事が集中するっていうのはよくあることなんですけども、そういうのを物理的に制約できちゃう。この人2枚しかアバター持ってないから、この人が3つ以上のタスクをあの同時にやることって、そのボード看板上でも表現できないので、あの、はい、制約できるよねっていうような、そういう、まあ、いい面もあったりとかして、はい、あったりとかもします。はい、などなどですね。はい、こんなすごいシンプルな、あのそれぞれあの本の中で出てるアイデアってこんぐらいシンプルなことなので、はい、次々ちょっと紹介していきたいなと思います。でちょっとさっきの話と関連するんですけども、看板を使っていて、あのすごいよくあるシチュエーションってこういう感じのことがすごいよくあるんですね。これわかりますかね、あの、doing のところにめちゃくちゃタスクが溜まってて、お前ら本当にやってんのかっていう、全部やってんのかみたいな、そういう状況っていうのがめちゃくちゃよくあるシチュエーションなんですけども、これやっぱ良くないよねっていうことで、あの、それぞれのレーンに、ワークインプログレスとか doing とか、そういうレーンごとに何個までしか貼っちゃいけませんっていうのを制約を設けちゃうと、こんな感じで制約を設けちゃうと、あの、いいよねっていう話です。で、それをやると、あの、やっぱりそのテストのところにたまるねみたいな話とか、あとはまあ、こう、コーディングのところってやっぱ遅いねみたいなのが、あの、結構一発で分かったりする。終わらないと次のタスクを入れられないんで、あの、遅いねっていうのが、その、結構自明に分かってくるっていうような、そういうアイデアだったりします。はい、これも、はい、めちゃくちゃシンプルですよね。もう大体こんな感じのアイデアばっかりです。で、あと3つ目に紹介されているようなアイデアが、よく、これも看板使っててよくあるんですけども、あの、予定したタスクがあるのに、あの、バグフィックスだとか、あの、リクワイアメントチェンジとか、あるいはボスから何か言われたみたいな、あの緊急対応だよとか言われて、インタラクションがしょっちゅう生じて、あの1週間終わって振り返ってみたら、この1週間ってインタラクションしかやってなかったねみたいなことが起こったり、これもめちゃくちゃあるある、特にアプリケーションエンジニアだとめちゃくちゃよくあるんですけども、ちょっとそれを把握してないのはいけてないよねっていうことで、看板の横にですね、なんかインタラクションバケットみたいなものを用意するといいよっていうようなことが、あの、示されてます。あの、どこからインタラプションが来たかによって、何個かバケツを作って、そのバケツのサイズっていうのを制約しておくんですね。あの、はい、5個以上たまらないように制約するとか、そういうのをつけておいて、例えば、まあ、テスト環境からのインタラプションがめっちゃたまったら、それなんか、その、バケツがいっぱいになるってことは多分なんか問題があるから、ちょっとチームとしての問題なのか何の問題なのか分かんないけど、それをちょっと分析して改善しないといけないよねっていうことが、これもこういうバケツを使うと、あの、すぐ分かる、あの、一週間経って振り返った時に分かるんじゃなくて、もうその場で分かるっていうような、そういうようなことでいいよねっ
って言われてます。っていう感じですね。で、まあ、ちょっと今日紹介するのは最後にしたいんですけども、4つ目に出てるのが、ディペンデンシーウェブっていうアイデアで、もちろんチームっていうのは、その単独で仕事してるわけじゃなくて、いろんなとこと絡みながら仕事をしているので、とはいえ、その、どこと絡んでるのっていうの、全体的にちゃんと把握してる人って全然いないので、ほとんどいないことがほとんどなので、看板の代わりに、その、こういう図を使って、もう、チームの外との依存を中心にしたタスク管理っていうのをやってみるっていうのも一つの手だよっていうような感じですね。その真ん中に自分たちのチームを書いて、依存しているチームとかシステムとかコンポーネントとかを周りにバーッと書いて、それぞれのタスクっていうのをその依存の線の上に貼っていくっていうのをやると、どことの依存が自分たちの仕事においてドミナントかみたいな、支配的かなかなとかっていうのが分かる、そういうふうに可視化すると、どこの依存が重要でどこの依存がボトルネックでみたいなことは、これも一発で分かるよっていうのを、紹介されていたりします。でいうような感じで、結構バーッといろんなアイデアが紹介されていて、他にも例えば改善っていうのは、今までいろいろ、分析しようねとか改善しようねとか言ってきたんですけども、その改善のアイデア自体をどう管理していくのっていう話のために、改善の看板を作って、メインのタスクの看板と別に運用したりとか、あるいはそれぞれのタスクは1日以下で終わるサイズにまで分解してやると進捗管理とかでもいいよねみたいな話が書いてあったりとかいう感じで、90個ぐらい、他に90個ぐらい、アイデアがバーッと紹介されています。と、それぞれ紹介されているアイデアっていうのはめちゃくちゃシンプルで、なんかわざわざここでこうやってプレゼンの形で紹介することもないぐらいトリビアルなアイデアなんですけども、結構本質的なのは、チームとしてずっとやっていく上での、持続可能な行動とか活動っていうのは、シンプルな活動なんですね。なので、あんまり大きい、なんか理想のでかい活動を、いきなりドーンと導入するんじゃなくて、結構こういう細かい改善っていうのを自分たちの中で早いイテレーションで導入していって、チームとしての活動も、どんどんリファインしていこうっていうようなのが、結構そのアジャイルの目指しているところの一つなので、なのでそれぞれのアイデアっていうのはすごいシンプルなんですけども、だけど実は重要だよっていうようなお話です。で、本の著者は、言っていて、いいチームっていうのは、みんな、こういう細かいビジュアリゼーション、可視化のテクニックをコミュニケーションツールとして活用していたっていうことを言っていて、なので、なんて言うんだろう、よくチームで議論していると、ああだった気がする、こうだった気がするみたいな話とか、こうなんじゃないのみたいなふわっとした議論ばっかりになる傾向がすごい強いんですけども、こうやって可視化してみると、一発で問題も分かるし、一発で、少なくとも問題があることは一発で分かるし、場合によってはその問題が何なのかも一発で分かる。そういうこともあるので、そのビジュアリゼーションをうまくやるっていうことは、そのコミュニケーションツール、議論をスムーズにするような、そのコミュニケーションツールとしてもすごく重要だよっていうことを言っています。で、僕自身は、前職でこういうアジャイル的な活動を2年、半ぐらいすごいやってきたんですけども、今の仕事っていうのはちょっとアプリケーション開発じゃなくてリサーチ&デベロップメントな感じなので、そのアジャイルの方法論とかっていうのをどううまく参考にできるだろうっていうのは、ちょっと僕も日々考えていることで、これはもし興味がある人がいたら一緒に考えていけたらいいなっていうふうに思いながら今仕事をしています。
で、もしその、まあ、あの、アジャイルとかに興味があるよっていうような人たちは、まあ、この辺の本とかっていうのは、あの、うん、参考になるかなと思います。真ん中のアジャイルサムライとかはすごい日本語版はとても有名なあの本で、あの、もしかしたら読んだことある人もいるかもしれないっていうぐらい結構有名な本です。なので、もし興味があったら読んでみたらいいかなと思います。ということで、はい。今日はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。もし、あの、ご質問等あったら、何でもお願いします。はい、お願いします。あ、マイクって、あった分、大丈夫ですか？はい。アジャイル自体は定義してないんですけども、スクラム開発、典型的なアジャイルの言語の一つのスクラム開発だと、4、5人から多くて11人とか、そのぐらいで定義していたと思います。あの、あんまり少ないと、やっぱり相互作用が少なくなるので、チームとして、なんか切磋琢磨していい感じにならないっていうのがあって、で、多すぎると、あの、コミュニケーションが逆に、コミュニケーションロスが多くなって大変だよっていうのがあって、そういうチームが大きすぎる場合はその分割して、そのまあ大体一桁に収まるぐらいにするといいっていうようなことが、スクラム開発ではよく言われている。はい、お願いします。マイナンバースケールの全国のプロジェクトで、それはやっぱりあの、まあ、ギリギリから失敗とかになりますね。なんかそういう大きいプロジェクトもなくなったら、アジャイル方法でなんかできると思います。どうなんでしょうね。あの、難しいな。なんか、アジャイル開発というか、まあ、僕はずっとスクラムやってきたんで、スクラムの話にまたなっちゃうんですけども、スクラムは、あの、工夫すればスケーラブルだよっていうことを、あの、スクラムの創始者とかは言っていて、あの、もうたくさんのチームを、あの、それぞれをスクラムでやりつつ、まあ、大きいシステムを作るっていうようなことはできるよって言ってるんですけども、じゃあその、それぞれのチームの担当してる、部分同士の、あの、インターフェースをどうするのみたいな話は、ちょっと僕も実はよくわかってないです。あの、あんまりシステムとして大きすぎるものは、それ自体が本質的にあまり簡単じゃないので、開発する上で。あの、とにかく言われるのは、その、小さくして、あの、相互依存を減らすようなサブシステムにこうどんどん小さくしてっていうような結構一般論的な話を聞くことが多いんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとそれは教えてほしいかもしれないです、僕も。あ、じゃあ丸山先生先でお願いします。あの、ここで本科生で皆さんやってることはどちらかというと探索的な、その、はい、精度が上がるか上がらないか、ちょっとまたパラメータを考えて、その行ったり来たりするような、はい、あのアクティビティが多いと思うんですが、はい、そこにそのこのアジャイルな考え方ってどういうふうに今、よく言ったアイデアがありますか？はい、これは僕最後に言った通り、これは僕も自分の中でも課題ではあるんですけども、あの、看板とかを使って、自分たちの課題というか、まあ、なんだろう、研究をする上でのこういうアプローチをしたい、こういうアプローチをしたいっていろいろあると思うんですけど、それを看板的な方法で管理することはできるかなとも思うんですけども、そうですね、今のところチームでみんなでわーって開発するっていうスタイルではあんまりないので、そのアジャイルで結構重要としている協調性とか、その部分をの、あの、プリンシプルをどう活かせるかっていうのは、ごめんなさい、わからない。ちょっと、はい、本当に教えてほしいぐらいという。そんな話ばっかりで申し訳ないんですけど、教えてほしい話ばっかりで申し訳ないんですけど。そうですね。
答えになってないですけど、すいません。あ、神谷さん、お願いします。トライしようとしてる問題の性質としては結構は大量のやつにしたいかなと思うけど、なかなか難しいなっていうところはあるかなと思うけど、実際に、具体的にはどういったところが、難しいなと思ったので、そう思うんですか。そうですね、研究開発っていう文脈だと、その、なんて言うんだろう。その活動において、その、やはり開発だとかコーディングだとかっていう作業の占める割合がすごく少なくて、大体は実験とか観測とか分析とかっていうことなので、そういう活動っていうのが、一般のソフトウェア開発にはあんまり現れないような活動、種類の活動なので、それをどうアジャイルの文脈で記述するかっていうのが、まあ、難しいポイント、一番難しいポイントの要因かなっていう気がちょっとしますね。なので、その部分をうまくクリアできたら、もしかしたらなんとかなるのかも、みたいな。やる実験とか分析をうまく系統立ててやる方法論があれば、なんとかなるのかなっていうのがちょっと思います。はい、お願いします。はい。はいはい。はいはい。はいはい。ああ、なるほど。はいはい。はい。ああ、なるほど。ちょっと説明の仕方が悪かったなっていう気もするんですけど、制約をすることが目的じゃなくて、つまりその、一部の割り込みは無視しちゃうってことが目的じゃなくて、その、まあ、制約というか、まあ、ラインを設けることで、その、インタラクションが多いっていう問題を見つけましょうね。その、一目で分かるようにしましょうねっていうところが目的で、なので、やらないといけないことはもちろんやらないといけないので、ただ、その、自分たちの設けたこの辺のラインっていうのを超えて集まってきたら、じゃあなんでそんな来るんだろうみたいな。それ自分たちのキャパを現実に超えてるので、その、どういう要因でこのインタラクションっていうのが発生していて、で、どうしたら減らせるだろうっていうようなのを考えるスタート地点として、スタート地点としての見える化の方法として、まあ、制約という、まあ、制約というか、まあ、線引きというか、そういうのを入れたらいいよ。っていうようなお話です。なので、やらないといけないことはやらないといけないので、そこは、はい、ちゃんとやるんだけどっていうようなお話です。そうですね、ビジュアリゼーションして、次の活動につなげる、分析とか改善とかっていう活動につなげようっていうところが目的です。ありがとうございます。すみません、じゃあ、海野さんにいいですか。さっきは研究開発のアジャイルなどを、まあ、一応としてやってみたので、はい、どうやってやったかという、考えられるアイデアみたいなものをリストアップしていって、重要そうなやつとかをやっていきたいんですけど、はいはい、やってみた、まあ、先にやる前にこういうアイデアがあるんですけど、それ、福井さんと一回やったことができたとか、全然覚えてないんですけど、あ、じゃあ結構最近なんですか。それぐらいやって感じたのは、まあ、実際
イクルが長いんで、はいはい、開発ってかなり細かいレベルのものまで分解して数日ですぐ終わる、はい、しかもそれは、はっきりと完了したことが分かるし、はい、完了すればバリューが出るのがはっきり分かるように、はい、普通扱うんです。おっしゃる通りです。実験が比較的何日もかかるとか、結論もはっきりしたものじゃなくなるとか、極めて強い依存関係があって、こっちがうまくいかないとこっちの選択肢が崩れるとか、そもそも3割ぐらいしかうまくいってない状態で、こっちに行っていいのかよく分からないとか、そういうなんか、その学生の要素と、なんか、サイクルの長さみたいなのがあって、そんなに綺麗になって、はい、これをどんどん話していけば、どんどん進んでるという感じには、なるほど。なんなかったかなっていう。なるほど。で、どっちかっていうと、なんか、丸投げ、クリスさんに丸投げして、自分が思いつくままに勝手に試行錯誤した方が。そうですね。そうですね。研究的な色合いが強くなると、やっぱそうな、そういう方向にはなってきますね。今やった実験の結果によって次にやることがすごい変わってくるし、みたいな、そんな話だったりもするんで。これは、そうですね。研究的な色合いが強いと、なかなか難しいですね。ありがとうございます。これ。すいません。誰かいらっしゃいましたっけ。木戸さんです。あ、すみません。デザインシンキングみたいな。デザインシンキングですか。すみません、不勉強で。あ、なんかイノベーションを起こすテクニックみたいな。はい。はいはいはい。ああ、本当ですか。はい。ああ、そうですね。最初の方はすいません、質問、コメントというか、あ、コメント、ありがとうございます。さかなクンはこれ説明した方がいいですかね。なんか、説明するのもあんまりあれなんですけど、僕、名前が鈴尾って言うんですけど、すごい珍しい名字なので、よく鈴木くんって間違われるんですよ。で、そうすると、鈴木くんだからお魚さんだよね、みたいな。そこの飛躍が僕はよくわからないんですけど、なぜか鈴木くんだったら、お魚さん。うちの会社他に鈴木さんがいるんですけど、これはどの人もお魚になっちゃうのかなと思うんですけど、まあ、そうこうしているうちにはもう15年ぐらいお魚さんでやっています。はい。いいですかね。じゃあ、時間も結構ちょうどいい感じなんで。はい。